今日とんでもないことになるよ。今からやべえよ今回。どうもどうも、いや初めまして。いや今日こうちゃんのお母さんと、あとですね、おばあちゃんやろ、お母さんと、あと新しい釣りガールの方が入社してくれました、はい、入社じゃねえな、何なんだ何ですか、チームに入ってくれて、はいはい、そうなんですよ、そうなんよってね、おばありのってはるよ、そう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 もよ、そんな顔してるわそんな顔そんな顔ここでもアッとするんやろ、そうですよね、そうですよねやめとお今日ちょっと、あの初めての釣りなんでちょっと練習しましょうか、はい、あの、お母さんも出ても大丈夫ですか、うん、私はいいよ、テレビ映る、そう、テレビです、やめたいや、あのね、はいはい、読売で、あれ、エケさん、はい、映ったよ、あ、本当です、はぁ、そうです、これは YouTube で高橋テレビっていうチャンネルなんですよ、 YouTube です、これ高橋テレビ、うん、忘れたけどね、あ、おね、うん、スタイルがいいからね、そうですよね、じゃあ、その音はよ、うんうんうん、今はね、オーバーにね、いや、ね、さすが、いや、ありがとうございます、今日来ていただいて、いやいや、お互いにえ、これ今動画、あ、ほんま、ここでいいの、あ、はい、いや、ちょっと裏いかな、あ、はい、そうでしょ、はい、ちょっと暗いじゃん、はい、そうですね、はい、うん、目が見えへんわ、まあ、暗い、お前こと言うて暗いところおるね、いやな、はい、悪いやつやな、悪いやつ、ちょっと助けて、悪いやつじゃないです、今度ちょっと助けて、あ、ごめんな、はい、はい、はい、監督なんで、はい、はい、はい、じゃあ釣りしに行きましょう、はい、釣りし、おばあちゃんありがとう、ちょっとごめんね、はい、今撮影なんで、はい、ちょ、お母さん使っちゃいますよこれ、お母さん使っちゃいますよ、 YouTube ならいいです、使って、いいですよね、あの、僕悪いやつにしないでください、かわいいよね、はい、山と、というか、うちの釣りガール入りますか、お母さん釣りガール、専属の、一緒に専属釣りガール、専属釣りガール、通りすがりの、はい、もう絡まれてるんだけど、マダム、はい、行きましょう行きましょう行きましょう、そうですよね、お母さん高橋テレビお願いします、ちょ人気ないんですけど高橋テレビ、でもいいな、いいですよね、お姉ちゃま、ね、お母さん、お母さんも幸せやな、はい、なかなかできないもんやで、お元気ね、ありがとうね、バイバイ、お母さんありがとうね、はい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 、とんでもない、いきなり絡まれちゃいましたね通りすがりの人に、ということで今日ちょっとあの釣りはやったことないですか、初めてです、あ、初めて、初めてなんで何もわかんないです、 お名前は、後ろのバッグにバッグがいいわ、後ろね、広々してね、 お名前なんて言うんですか、お名前は、はい、名前何でいきましょう、名前何でいきましょう、何がいいですか、何がいいかな、何がいいかな、やっぱゆかりかな、ゆかりでいいです、ゆかり、はい、じゃあ本人が好きなゆかりで、ゆかり、ひらがなでゆかり、はい、あ、じゃあひらがなでゆかりで、ひらがなでゆかりご飯が好きだもんね、そういうことで、じゃあちょっとキャストの練習、あのこうちゃん教えてあげたら、キャスティングをキャスティングどうやってやるか、これ何がついてるんですか、オオサンショウウオ、いやだから一回もキャストしたことないですよね、ゆかりさん、キャストとは何ですか、あの投げること、やったことない、やったことないですよね、じゃあなんでそれちょっとこうちゃん教えて、これ荷物この辺に置いて、浅いんで、浅いんでもうちょっと向こう行きましょう、持ち方から、ちょっとこうちゃん投げ方からゆかりさんに、これはこれスピニングリールね、どこリール、これがリール、はいはい、これが竿、はい、でこれあるじゃん、うん、このベールっていうの、これを返すと落ちてくる、うん、返すと、あ、先引っかかってるかも、オオサンショウウオがえ、どういうこと、待って、あ、オッケーオッケー、あ、フリーリッこれを、うん、待って、ここ返すじゃん、こっちにやると返すとこれが、ああ、ほんと落ちるよ、うん、そうすると、うん、あの、止まってない状態だから飛ぶわけよ、だからこっちにやって飛ばすの、シュン、そう、でもこっちにやったらポーンって落ちちゃうじゃん、うん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 、でしょ、うん、だからここでこの糸出てる場所わかる、うん、これを一番手前、はい、一番手前にして、はい、指で掴む、掴んで指で指はどうでもここで持ってたらいい、持ってて、
指で掴む、うん、掴んでる、掴んでる、でこれ返す、そしたらもうこのまま投げると同時にこの指離す、ちょっとやってみて、離す、はい、飛ぶ、はー、なるほど、え、投げてみていいですか、どうぞどうぞ、え、怖い、え、こんなに出てる状態でいいんですか、あ、いいよいいよ、お初キャスト、初キャストできてる、でこれを戻す、で、して巻くんだけど、巻くんだけど、竿を持つときは、うん、こう、うん、2本入れて、こう、うん、そうそう、で、で、巻く、ゆっくり、うん、そんな感じで、これぐらい、うん、そう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 、バーって巻いて、これはまた戻ってくるから、さ、キャストの練習だから、投げては巻く、投げては巻くやろ、はい、だんだんまた巻いちゃって、暗くなるまで行きましょうか、はい、ゆかさん、あのね、楽しい、この楽しい、釣り YouTuber 結構厳しいですよ、はい、厳しいです、厳しめでお願いします、厳しめで、もう早朝4時に出てぐるんと13時間超高、はい、炎天下、はい、休憩したらこうちゃんが怒鳴ってくる、はい、なめとんかっつって、はい、で、トイレ正面したいよ言ったら、はい、その草むらでやってこいっていう、その鬼、はい、鬼教官、やばい、やばいですよ、そうそう、それがみんなね、釣りガール舐め、釣りガール舐めてる人多いんですよ、そう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 、その辺でやってこればいいんですね、そうトイレは、そうそう、オッケーです、で、ゆかりさんね、僕の座右の銘が、はい、腕がちぎれるまで投げろ座右の銘で、まだ手がちぎれてないんで、ちぎれるまで投げましょうか、なるほど、じゃあちょっと肩ぶっ壊れるまでいきます、はい、高すぎる、あ、いいよ、いい才能あるよ、ゆかりさん、最初から投げれてるから、ちょ、ゆかりさん投げれてるの、ゆかりさん、これ多分 YouTube 釣り業界でトップクラスいきますよ頑張ります、はい、私、はい、釣れました、今当たった、たあの、いやいや、魚が食ったんですね、あの、当たりがあるっていうのはでかい魚が来て、うん、魚くわえたんですよ、うんうんうん、そしたら当たりがあったら 1-2-3 でゴン、ってなるんですか、そうそう、だから3秒後に合わせる、はい、ゆかりさんすごい才能ありますよ、才能あります、あの、何一番大事なハート、はいはい、このハートが弱いとダメなんですよ、はいはい、YouTuber 頑張ります、ハートがありそう、ハートめちゃくちゃ強いですよ、うんうん、うん、はい、いけるいける、はい、やっぱハート根性だけは、はい、ゆかりさん頑張ります、取りましょう、一緒にやりましょう、トップ取りましょう、トップ取りましょう、もう指導してください、ぜひ、いけ、そうそうそう、いや、うまいよ、え、本当ですか、なんかスポーツやってた、スポーツ何もやってない、いや、テニスとか野球とかやってたら、あ、でもうまいね、まあでも運動神経多分悪くないんで、あ、それはね、でもね、巻くんじゃなくてね、本当はコンコンってゆっくりやるやつなんだけど、コンコン、まあでも今日はキャストよ、はい、そう、今日キャスト練習、それよりも、うん、投げて、そうそう、投げる、そうそう、たった、はい、たった30分でここまで上手くなりましたぐらいな、いや、でもね、うまいかも、はい、投げれてますもんね、さっきから、うん、一回巻いて、もう回収してガーって巻いちゃって、これってどこが正解です、ここら辺、その辺、はい、で、だんだんちょっと強く投げていきましょうか、強く、私めっちゃ上に上がるんですけ どあー、なんで指を離すタイミングが早いかな、あー、なるほど、それは練習いきます、どうぞ、あ、いいね、最高かも、これこちらいいじゃないですか、ゆかりさん、ちょっと今後協力しましょうよ、はい、高橋グループっていうか、はい、はい、あ、いやな、この握手がもっとグッときて、なんか触りたくないみたいな、違う、そんなことやめて、ガッツリきてOKOK、 いや、今後こうちゃんに、はい、自分ちょっと こうちゃんの弟子として、はい、弟子、こうちゃんにすり寄っていって再生回数を、はい、お願いします、ゆかりさん、あの、革命起こしましょう、革命起こしましょう、はい、頑張る、わ、でもゆかりさん結構才能があるかもしれないですね、え、本当ですか、うん、え、でも巻くのが全然わからないです、私、いい、それでいい、いいよ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 、もう投げる練習だから、いいよ、あんま気にしなくていい、ちょっと一回見して投げるの、こうやる、うん、こうやる、うん、じゃあ、そんなピュンってあそこまでしか飛んでないから、行きましょう、ゆかりさん、ピュン、ピュンと、あ、うまいな、いいね、レア飛ぶやん、いや、結構才能あったかも、やったー、嬉しい、ちょっと釣りましょう。釣ります。いいじゃん。それ何、面接ですか。結構うち100万人に1人しかうちの釣りガール務まんないんですよ。うんうん、でちょっとテストします、はい。要するに運動神経が良くて、まあ綺麗で、うん、根性があって、うん、この3拍子揃ってないと
釣りガールもつまんないんで。あとは運動神経だけってことなんですね。うん、なんでちょっとゆかりさん、あそこから全力で走ってみましょうか。そのタイムで、これあ、ここ穴あるから気をつけて、うん、気をつけて。じゃあ走ってみよう、走ってみよう、走れ。いいね、うわー合格単純ゆかりさん合格したよ、ついに。うそー、やった。あのうちね、マジ100人に1人しか受かんないんで、はいはい、やった。あの倍率がすごい、倍率すごいんだよ。そうそう、もう大体その面接まで行かない。そう、応募が来るけど、うん、落として、そうそう、で今回第一面接合格。お、よし、よっしゃ、よっしゃ、頑張ろう。トップ取ります、私。これからですね。あ、疲れた。それは疲れるわ。走ることなんかないやろ。ダメだ、全然落ちないから。え、ダメ、釣れない。怒って厳しいの、こうちゃん。厳しい、マジ。いるけど厳しい。釣れる可能性は、おバスが向こうでなら、うん、釣れる可能性あるけど、うん、厳しいっす。厳しいんや。はい、雷魚の方が釣れるかな。雷魚は釣れる。じゃあちょっと移動して、ちょっと向こう、暗くなるまでやろうか。はいはい、釣ってください。頑張ります。いいよ、投げて。下に降りるの。いいよ、そこでいいよ。絡まってない。わかんない、ちょっとこっちに。ヘビの、ヘビ子。吉井さん、今までヘビ子だ。ヘビ子だ。あ、なんですか、なんですか。はい、なんですか。すみません、ちょっと盗撮してました、今。盗撮。はい。なんですか。はい。何人の釣りガールが応募してたんですか。今まではもう数えきれないですけど、はい、もう大体面接に至らないの前段階で、なるほど、もう却下で、はいはいはい、で面接でも大体つまんないですね。ダメです、厳しいんで。うち厳しいですよね。はい、もう有名ですよ、業界で。結構厳しいです、はい、そうなんですか。はい、結構怒鳴ったりとか結構しちゃって、あのみんながもう帰るっていうパターン。そうだ、ついてこれないんです。だからそこを僕の怒鳴りに、やかましいよこらって言える、はい、その鉄のハート。あー、なるほど。僕と五分で来れる方を探してて、はい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 、なるほど。僕がお前、いや例えばもうそろそろ帰りたいとか言うじゃないですか、はいはいはい、今日は暑いんでとか、はいはい、と僕が、うん、おいって言ったら、したらやったらみたいな、だったらやったらみたいな、そういうの求めてます。無理ですか。これこうちゃんもう来てくれないかな、この人。いや全然来ます。大丈夫。多分それ適切だと思います。はい、あ、本当ですか。全然来ます。あ、全然からあのですよ。じゃあゆかりさんお願いします。じゃああと釣るだけよ。そう、あと釣るだけ。ね、面接合格したから。はい、もうちょっと向こう、もうちょい向こう行こう。向こう行こう。考えます。いやだって多分普段から叫び慣れてないから。あ、そっかそっか。ちょっと釣ろ釣ろ釣ろ。ゆかりさん釣って。ここ行けますか。デビューで大物釣ったらやばいよ。どこ？いるの？まっすぐ投げてみよう。はい。そうか、今日10投目であのキャストないですよ。本当ですか。うますぎる。釣って1本。え、ちょっと魚。40。魚欲しいですよね。40アップ。こうちゃん。はい。ちょっと釣って。そうですね。こうちゃん、YouTube の方どう？ YouTube ですか？ YouTube の方。まだチャンネル登録、まだ作って1ヶ月だから。まだ、そうそう、1ヶ月も経ってないんで。うん。50人ぐらいしかいない。あ、マジで、はい、でもあの小学生と中学生も良かったよね。あれが、あれ釣りじゃないのにあれが一番伸びてる。ねえ、いかに世の中が。本当に。世の中、お前らは、どういう、どういう意識であの動画をクリックしたんだと。はい、変態ばっかり。ろくでもないですね、マジで。はい、小学生、中学生ですか。その文字に反応した、クソ釣り師。はい、クソ釣り師です。クソ釣り師ですよ。はい、本当クソしかいない。クソ釣りしてる。それが一番伸びてるんですか。それが一番伸びてるんですね。はい、どういうこと。おかしいな、普通に釣りしたら伸びないのにね。あ、ヌートリア、やばい。こうちゃん、ヌートリアの引っ掛けたらダメよ。はい、うわ、何あれ。デカネズミです。うわ、やべえよ。デカネズミ、皆さん、これはね、ヌートリアといってネズミ、
そう、日本に来ても100年ぐらい経つ。うわ、潜った。やば。あー、取った方がいいですね。いや、今日ちょっと自分ゆかりさんとこう一緒に釣りさせていただいてすごい感動してます。私こそです、ね。いえいえいえ。ありがとうございます。本当にめっちゃ嬉しいです。はい、大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、ネズミがいました。ネズミいましたね。ヌートリア、巨大ネズミ。ゆかりさん本当に釣りしたことないんですか。マジでないです。本当にないです。で今回こうちゃんの誘いで、はい、あの人生1回しかないから、そうです、勝負してやると。そう、チャレンジする、分かりました、しようかなと思って。じゃあいずれこれ YouTube 本職本業でやってください。会社辞めちゃって。引っかかってない。え、来た。分かんない。動く？巻いてみて。当たる？生物反応ある？あ、ないです。え、今なんかくっ、あ、当たった、当たった。え、待って、どうすればいい？どうすればいい？待って待って、ストップストップ、止めて止めて、当たった当たった。今 B 群でなった。よし、合わせてみようか後ろに。え、群でやればいい。うん、合わせて群と、もっと思いっきり。あ、ダメ。あ。ブルーギル、いや今ね、竿がパーンってなったから、こばす、マジですか、ブルーギル直撃しました、完全に竿になったよ。あの、イカリさん今当たりの、うん、わかりました、手にビクンって、うん、わかりました、それは魚が食ったんですよ。それを待って、1、2、3、グンです。ただ魚が多分ちっちゃくて食べきれなかった。そうそうそう、もうちょっと大きかったらもう丸飲みで、なるほど、針にかかる。悔しい。ゆかりさん今マジで当たりったよ残念、完全にワールドシャウラがピクンってなったから。ブルーギルとかだったのかな。取れてました、グンのやつ。いや、取れてた取れてた。やった、ちょっとでも嬉しい。手に感触わかるでしょ。わかりました。あんな感じ、あんな感じ、そうそうそう。で本来はこうやってワーワー喋ると魚が逃げるんで、ほん、あ、いや、いいですよ、撮影なんで本当は静かに。なるほど、やれば釣れやすい。あ、今なんか30センチぐらいのやつがもうあって追いかけていた。はい、釣りガールとのコラボはいいな。こうちゃん、はい、やっぱ俺思ったんだけど最近、はい、男同士の釣りダメ。男同士ダメですか。ダメ、男だけが出る。もう今日俺、ね、男だったらね、はい、コラボもう絶対しない、女性がいないと本当にろくでなし、ろくでなし、マジで。あのやっぱりね、あのゆかりさんね、はい、やっぱり男同士の釣りほどつまらないもんないんですよえ、友情が芽生えませんか。いや、もちろんそのパターンもあるんですけど、女性がいるとより数字に現れてますからね。本当にね、分かりやすいよ、うん、そう、何、その女性が出てる回と男だけの動画の回だと、うん、もう再生回数が全然違 う、 もうつい1ヶ月前までね、ゆかりさん、はい、釣りガールはクソだって言ってたんですよ本当にろくでもないと、大嫌いだったんですけど、今日ちょっとめちゃめちゃ言いますね。今日ちょっと好きになりました。やった、はい、ちょっと頑張るんで。やっぱ釣りガールでいないとダメだよ、こうちゃん、はい、主役にしないと、はい、世の中釣りガールなんですよ世の中女なんです。ゆかりさん、あの以来当たりありましたか。全然ないです。あ、ないか。ゆかりさん、一回竿置いていただいて、はい、こっち。今回なんですけど、あの、はい、TFC 高橋フィッシングクラブ、はい、入会おめでとうございます。ありがとうございます。で、今後ちょっと釣り結構厳しい世界だと思うんですけど、意気込みを視聴者の皆様に意気込みですか。意気込みを、なんだろう、初心者ですけどちょっと頑張っていきたいんでお願いします。わかりましたじゃあまずはあの初バスを釣るところから、はい、行きましょうか。もうめっちゃ楽しみにしてます、初めて撮るの。ありがとうちゃん、ありがとう、今日呼んでくれて。いや、わざわざありがとうございます。ありがとうございます。僕もね、あの友達がいなくてね、はい、あのツイキャスとかインターネットで、はい、友達になってくれ、友達になってくれって、もうみんなに言って、はい、今日もね、あの嫌だ、嫌だと友達になりたくないって言われてやっと僕、あのインターネットを通じて友達ができたかなって、はいはい、感動してるんですよ、はい、あれ、ゆかりさん嫌がってます。嫌がってないですよ。何ですか。全然嫌がってないです。微妙な、何ですか、友達、友達って何ですかって思ってますちょっとこれね、これね、ちょっとプロが、僕映画監督なんですよ。これ映画監督で、この夕方の、あの、そう、この画角、夕方の日が沈む時ゴールデンタイムなんで、はいはいはい、こっちの画角が、はい、映えますよ。さすが監督。そうそうそう、映える。いや、これで分かんないですよ、ゆかりさんがね、あの将来化けますか、私っていうか、テレビ局からスカウトとか来ちゃうからあの、売れる子は、そう、 そうそうそう、で、売れない子は
やっぱり僕も売れなかったんですけど、まあ、それは才能で、もう素材なんですよ素材が努力できるかどうか、で素材が悪かったら、僕素材がちょっと悪かった、だからどんだけ努力して僕今まで釣り動画1000本出してきて、すごい、鳴かず飛ばずなんで、僕その時もう引退しようって、ね、この間引退会見もやって、引退ライブやった、引退したの、はい、もう画面に出ないと、まあ、元が出てないけど、でやっぱり素材を探して、あのこうちゃんもいいんだけど、やっぱり釣りってなるとやっぱ女性の方がガーンいっちゃうんで、あとはあの視聴率と視聴者の反応が良ければ、ゆかりさんもテレビのテレビジョンとか出たりなれますかね、なれる、あと映画とか出れます、うわ、だってテレビ局からコメント来てましたよね、なんか、そうそう、僕が子供あるんです、テレビは、あの、え、来るんですか、来ますよ、来ます、ちょっと使わせてくださいっていう、そうそう、あの東海テレビとか、東海テレビテレビとか来るんですけど、僕は全部断ってるんです、もったいないじゃないですか、まあ、ちょっと正確なんでテレビ局は敵だと思ってるんです、 YouTube 界を敵にしてるテレビ局いるでしょ僕テレビ局敵だと思ってるんで、なるほど、なるほど、オファーがして全部断ってる、生粋の YouTuber、 そうです、うん、かっこいいですね、で顔も一回も出したことない、謎な人です、はい、ちょっとかっこいいすいません、ゆかりさん、はい、ありがとうございます、ということで、はい、いや今日楽しかったですよ、楽しかったです、ちょうどいいですね、暗くなるし、ほいじゃあちょっと焼肉でも行きますか、あ、マジっすか、はい、やったー肉やってきました、はじめまして、はじめまして、いやもう今日光栄ですよ自分みたいなゴミみたいな人間と一緒に釣りしていただいて